ラブロー配信スタートラブサッタえー、179回目はいイェイさあ、皆様、ありがとうございますありがとうございますお待たせしましたお待たせしましたよということです、ね、いはい。ねどうしてこんなに1年越しになっちゃったのっていう。どうやったらこんなに時間かかるのっていうことですよね。<laughs> いろいろあるんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> うふんふーん。っていう。ありますね。<laughs> 声にならない声が出てきますね。なんか今日すごいね、ラブサタ当てのメッセージの、ね、バルさんがね。<laughs> そう、これねすごいの。<laughs> みんなすごいよ。うん、ジョンジョン・ジョージーさんとね、アサミーさんがね、はい、バルさんの名前の由来について、はい、ええー、ウィキペディアを見てみると、当時アメリカで爆発的な人気だった有機塩素系殺虫剤、バルカザンにちなみ、これに中外製薬がもともと所有していた商標バルサンを当てたものだそうです。うん、バルカザンから力の文字を抜くという、あ、蚊の文字を抜くということで、うん、蚊を取るという解釈も含まれているそうです。うん、いや、あの、びっくりしちゃった。<す>それ それでバルさんなんだね人の名前じゃないってこと、ね、人の名前じゃない。<laughs> バルさん発見した人の名前じゃないってこと残念。殺虫剤の名前ですね。もともとバルサンブランドは1950年に中外製薬から発売されました。まあアメリカで人気を博してたバルカさんにちなみということでね。うん、いや顔をるでね。顔をる。うん。すごいすだからこれは造語ってことだよね。<laughs> そうだね。うん。 英語でもないってことですよ。うん、バルカさんから買おうとって、バルさん。<laughs> すごいね。すごいね、ありがとうございます。へへへ。古い。<laughs> えー、それでですね。はい。 あのー、こちら、カピバラさんがね、うん、追伸で、ラブサタが YouTube にたくさんアップロードされていてびっくりしました。アップロードしてくれた方に、うん、キートさんとマンモスウレピーです。うん、そうそう、このメールを書いていて気になったのですが、パソコンの画面でメール段取の文章を見ると、濁点と半濁点を見分けるのが難しいと思うのですが、うん、番組内で読むときに何か工夫されているのでしょうか。ひょっとして毎回印刷してから読んでるとか、毎回印刷してから読んでます。そうなんですよ。<laughs> パソコンがないんですよ。このね、スタジオ内にないんです。そうなんですあるんですけどないんですあるんですけどないんです。そうなんですよ。なんで毎回毎回、こう、あの、印刷してるので、はい。大丈夫ですね。見えますよ、全然。はい。で、たくさんアップロードされていてっていうのがね、来てるんですけど、はい。え実は今夜が山田さん、ラブサタへの投稿お初ですね、ということで、そうです。ラブサタ音源、YouTube へのアップロードですが、 山田が持ってたものと、今ダウンロードできる分について完了しました。<ー>もう本当にありがとう。山田さん。ああとは、コンプリートしてる師匠たちに、オラの夢は託します。PC に向かって黙々と変換、アップロードの作業をしていたら、山田妻。さっきから何やってんのスマホいじりながら。<laughs> 山田、ちと作業中。PC いじりながら。山田妻。 ふーん。山田家の日常です。<laughs> 夫婦関係良好って感じあね。<laughs> 素晴らしい。素晴らしい。いいね。だからこう、無言でも会話ができるんだろうそうそうそう。<ー>見てなくても会話できるか二人。<laughs> PC かスマホ見てるか二人と <laughs> <laughs> 夫婦のベテランだね。ね <laughs> いや、本当に時間かかる。ありがとう山田さん。え、すごい上がってたもんね。びっくりしちゃう。びっくりしちゃった。ね私たち過去分安保しないだろうっていうことでね、きっと。ま、あの、気持ち半分で言ったんですよね。そう。もし、もしも、だったらって思ってた。まあ、お手数だからなとか思っていたけれども、やっぱね、持つべきものはブラサタファミリーよね。本当に。なんて仕事早いんだろう。 みんな、なんで <laughs> みんななんでだってみんなも仕事してるんだよ。だ <laughs> 一年越しの配信だよ。<そう> <laughs> 普通だとありえないよ。 ねえ、いやほんと嬉しい、みんな。ありがとう。そしてね、N 値さんがね、うん、えー、ブラサタドラブサタ何度聞いても飽きないラジオネーム N 値です。ということで、うん、前回のラブサタで過去のラブサタ35回分一気拝聴のメールを読んでいただきありがとうございました。うん、実はこの間の体育の日も、さらに遡り、110回目から129回目までのラブサタ20回分を1日で一気に拝聴しました。<laughs> 今回まとめて配置をした中では、111回目のマッタルモーニング。<laughs> 115回目のノースブラ。<laughs> 128回目の直下型電源。あ <laughs> ったあった。直下型電源。<ょ> <laughs> いや、特に面白かったです。ちなみに126回目に登場した生き物語ですが、実は自分も一時期生き物がを生き物語と間違えることが多々ありました。間違えるよね。間違えるよ。いや、間違えないでしょ。いや、直下型電源面白い。あったね、こう言われるとなんとなくこう。そうそう。ふわ思い出す。ふわ,出すね、ふわっとかい。ふわっと思い出す。だってもうだって10分後には忘れてる内容よ。そう,だね、そうなんだよ。別にこれの。だって。 これタイトルつけるのだってさ、いつもみっちゃんと何,<う>何話したい <laughs> 悩むんだから。わかんなくて聞き直すんだから<う>喋ってたこと、私たち。<laughs> って聞いて笑ってるんでしょ <laughs> そう。せわないよね。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に世話ない。い、うん。ラジオネーム、海賊アサミさん。今週一週間、昆虫自退治に勤しんだ海賊アサミです。大変だったもんね。うんはい、ラブネタではありませんが、転勤に伴う挨拶周りの時のお話。お隣の係挨拶へ行った際、ある方の姿が見当たりませんでした。T さんはいらっしゃらないのですか隣の係、えー、課の上司。あ、T さんは今、自宅療養中、あ、療養中で会社にいないよ。うん、あらそうなんですか。どっか具合でも悪いんですかね。T さんは喧嘩 健康診断の時に CT 装置で検査不能になり自宅療養中だ、うん、マジですか CT 装置の中に入らなかったんですね <laughs> もともと体格の良かった T さんは、うん、CT 装置のテーブル上に寝てみたものの、うん、太りすぎて検査開始とともに動き出した装置にはま、挟まってしまい,い検査中止となってそのまま自宅療養となったらしいです、うん、現在会社の定期検診では3、4年に一度は CT 装置でお腹の断面を取りメタボ判定基準などに用いているようなのですがその撮影装置にも入らないくらいでぶっちゃったらしく速攻でアウトだったようです、うん、最後の最後まで笑わせてくれる職場でした <laughs> 大変だからなあの CT の、ね、写真を、ねうん、送ってくれたんだう、ね、あそうなんですね <laughs> こうウィーンって入ってくくやつに入れなかったってやつですねすごい音するやつでしょええー、とねみっちゃんあさみさんへ、えー、お願いできれば「ラブサタ」の YouTube への変更を1回。 考えて、え、一行いただけませんか通常は通勤時や移動時で、などで聞くように、毎週土曜日の2時過ぎには iPod へデータを入れ、週5回以上ラブサタを聞いているヘビーリスナーの快速アサミ。<laughs> YouTube だと変換に時間がかかってしまうのです。あと最近多くなってきた他のラブサタリスナーさんも、きっと快速アサミ同様にデータを落として聞かれている方々もいると思います。データ変換がわからない方もおられるかと。ですので今まで通り、Podcast にもラブサタアップできないでしょうか 2人が忙しいいいいのは十分分かった上でででお願いです、ね、ぜひご一個ください、うん、ととうことでそうなんだよね。なんかね、ケロログ次第なんだよね。そうなんだよね。しかし、<う> YouTube へのアップが主流になると、うん、収録時間10分の保険は適用除外。あ、確かに、うん、になるのかなそれはそれで収録時間が長いラブ,ラブサタが聞ける可能性が増えるし悩ましい。あ,あ,ねうん、あと、過去ラブサタデータの YouTube へのアップですが申し訳ありません。やり方が分からずお疲れになれませんでした。うん、現在 データがだいぶアップされています <laughs> 多分あの方々がアップしていただいてていいると思われますアップしていただいた方々感謝ということで、うん、そうだよね、うん、ちょっと考えてはいます一応あのデータとして全部ちゃんと残しておいて、うん、どうにかできないかねということはちょっとね、うん、まあ確かに時間の制限がなくなるメリットが YouTube にあるんですよねあと確実にアップできるというね キャロログさんはね、ちょっとね、タイムラグがありすぎるから。そうなの。上げられない日とかもあってですね。そうなんですよね。上げられればいいんですけどね、すぐね。そうなの。うん。ねまたちょっと容量の関係でね、過去消していかなくちゃいけない。消していかないといけないので。そういうのもあるんですけどね。まあでもダウンロードしたいんでしょうね。そうだよね。まあだからここでしか言えないですけど、ダウンロードできるみたいですよ。だってこれ時間がかかるからっていう話だから。 ね、変換に時間がかかってしまうので、うんうん、できれば、そっちの方がいいな、っていうことなので、まあ、うん、頑張る。ちょっと考えてみよう。<laughs> そうね。そうだよね。まあまあ、うん、あげられるものはげていこうかう、ね、そうだね、っていう感じですね。うん、なんかちょっとずれるかもしれないけど、あ、うん、げられるものはあげていこうかなと、考えてはおります。うん、そうね。うん これはダウンロードしてるってこと <laughs> チェック入ってます <laughs>。ね。 まあ、あとりあえず、あのー、ラブローンの配信も決定しましたので、うん、配信も始まっておりますので、うん、ぜひね、あのー、皆さんダウンロードしていただいて、はい、お楽しみいただきたいなと思いますので、はい、ちょっとずつね、10月から変わっておりますから、うん、<laughs> ブラサタも。そうね、ちょか、ラブサタのメール多くない多いの。多いのよ、だから。そう増えたよね。そうなんですよ。ありがとう。うメールだけで10分終わっちゃう、ね、終わっちゃう、終わっちゃう。<laughs> <laughs> だから、だから10分超えてもね、<ー>っていうのはあるかもしれない。ね、まあでもだから10分だからっていう面白みもあるからね。まあね。<laughs> <laughs> いろいろ考えてみます。